ポーです。ナスです。向井山です。T です。多分言うんですね、それは。はい、女を知ろう。はい。はい。ナスさん、今日何でも質問しても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あら、この3人の中で彼氏を選ぶとしたら誰ですか？嘘、なんでだ、嘘、目が悪い、目が悪いんですよ。目がいい人が好き。いや、良くないですか？悪いです。一番この中でキモいのは誰ですか？キモいじゃあ、キショイのは誰ですか？俺そう見えるけど、なんか本当は違うことを理解してる。たくさんちょっと食べてたのを見たとき。じゃあ、まあ、僕からなんか質問していいですか？はい。なんか住所教えてください。住所。大阪府。なんか体重は50そこそこです。なんかさんから見て、僕らはどこを変えれば、本当かっこよく確かに知りたい、ね、なると思います、メガネとか大丈夫だと思う。メガネが悪いですか？そうした方がいいんじゃないですか？マジっすか？そうした方がなんかモテるかモテないかって言ったらモテるんじゃないですか？モテるかもしれない。メガネがないのか、もう見えないですけど全く見えないはずのとかさ、ナクさん、俺ナクさんとか見えないですか？それは今ナクさんがめちゃめちゃ可愛く見えてますよ。失礼だ。なんじゃろうな、さっきからちょいちょこの人失礼なんですけど。まあ、その驚異的な寒がりですから。ナクさん、なんか向山さんだけ甘くありません？なんか言っとることが。はい、僕と、はい、だってすごい失礼なんだもん。ひどくないですか？いや、T さんはちょっと殺意じゃない、敵意を抱いてる。殺したいんだ。本音は殺意だ。これが女の本音。メガネ外したらかっこいいですよって言ってるのに、でも外したらあなたが美人に見えますって言ったら、確かに失礼だ。なんでそんなこと言うの？こんなは伝わらないですね、気持ちが。裏の気持ちがね。男心使わない。かけたら不細工なんかいって思うじゃないですか。でも女子はそのまま率直に捉えるんですよ。あ、素直に。きっと。素直にね。それを褒められたら喜びます。可愛いですね。ありがとうございます。ほら、喜んでた。雑だな。女の子部屋来たのってどれくらいですか？一人暮らし初めて初かもしれない。記念日。ナックさん、マジっすか？ナックさん記念の女、喜んでいいんですか？それはそれは喜んでいいんじゃないですか？ナックさん、今日帰り誰と帰ります？誰と帰る？なんで？僕の多分1ミリは分かってません。マジっすか？絶対ないでしょ。ブサイクですねって言われるんでしょ、いつから。じゃあ歩きながら、かわいい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 10回言いながら。ああ、もう怖いです。